ひろです。はい、あやです。今回の企画は、はい、雪道ね。雪道ですね。ノブレスのエアロついたこの車で雪てんこ盛りのところをドーンと進むと、はい、エアロは外れてしまうのか割れてしまうのか、それとも大丈夫無傷なのか、はい、まあ、無傷っていうか大丈夫なのか、はい、ちょっとこれをねやってみたい。検証ですね。検証です、はい、っていうのが、まあ、よくね雪たくさん積もるところのユーザーさんがね、はい、エアロつけて雪大丈夫ですかっていう、そういう質問がある、はい、でこれは実質試したことがないから。あ、そうなんですね。一応そういうところも見込んで作ってる、はい、どういうところじゃあ見込んで作ってるかっていうと、はい、まずエアロの高さが、はい、もう何回もこのムービー見てる人は知ってると思うんだけど、はい、とにかく純正バンパーとそう変わらないと、はいはい、っていうことは、純正バンパーがここだとしてね、うん、こういうエアロがこんな風になると外れやすいの、うん、まあそうですね、支えられてないですよね、ちゃんとはね。で、そこをこういう風にすることで、はい、まあ無事だよねっていうこう、このエアロをこう もぎ取ろうと思ってもなかなか取れないもぎ取ろうそうですねなかなか笑うツボが浅いっていうかもぎ取ろう、エアロもぎ取ろうとするだからまあそういう部分でこう取れないからねおそらく雪にも大丈夫なんじゃないか、雪には大丈夫というふうに思っとるんだけど、でもねやっぱそこは一回ちょっと、まあ、実際やったことないんですよね。ただ硬い雪とかなんかコンクリートみたいな雪あるじゃん、はい、あれだったら多分バンパーでも行ってもらうと思うね。あ、まあそうですね、そういうはい、方言濃いめでそのバンパーが行ってまうような状態だと、はい、うん、おそらくこれも、まあ、一緒に道詰めだみたいなだけど、まあ、例えば純正バンパーが無事なのにエアロが取れちゃうっていう、そういうのは、うんうん、やっぱりダメよね。そうですね。だからそこは一応社外エアロメーカーといえども、はい、考えて作ってるんで、はい、しかもこれこっち見てもらう、普通ここビス止まってる、はい、あ、止まってないですよね。これ止まってないから、はい、まあ余計そう外れやすいイメージじゃない。まあまあそうですよね、うん、でもここ止まってない状態で雪道でもまあ検証っていうことです。どうなるんですかね。まあ一回試してみよう、はい、でそのためにわざわざスタッドレスも、ああ、なるほど、履き替えて、履き替えて、はい、基本デモカーなんで置いてあるからずっとね22日履いてたけど、うんうん、はい、スタッドレス履いて、はい、今から行きます。はい、ただ雪道俺行ったことないんだよ。え、走ったことあるよ雪道。ああ、北海道でね、うん、北海道までは行けんじゃん今から。まあちょっと車持っては難しいですね。おまけにあやちゃん時間的にね、俺行け言うたら行くよ行ってらっしゃい。だけど例えばあやちゃん連れて行こうと思ったら、はい、帰れへんじゃんちょっとね、まあその出勤時間、退社時間の中で行って帰ってくる、はい、まあ、その時間内でこう行ける場所っていうと岐阜県かな。じゃあ岐阜県ですね。で、その岐阜県の雪を知らないから。あー、そっか。そう、今から行こうかなって思ってるポイントが果たして雪があるかどうか。なければ雪があるところまで行かないかもまあ雪あるところを探しに行くっていうところから始めねえか。はい、じゃあ雪探しからですね。はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあレッツゴー、レッツゴー。雪国着きました雪国、これ見てください。これすごい真っ白ですね。そうそうそう、名古屋じゃあんまりねないですね、うん、ないもんでね、はい、ここならきっとできるかなと思ったんだけど、どわざとこれ雪山になってるでいいけど。そうなんですよね。駐車場はなんと雪のかけらもないカスカスでした。積もってなかったですね。積もってないね。これ全然雪がないね。まずいです。地球温暖化だなこれ。だって今年なんだっけ、暖冬って言われてますよね。そうか、暖冬か。そうだよ。どうしますか。どうしようかな。困ったね。もうちょっと見に行こうか。そうですね。よし、はい、レッツゴー。ゴー。ちょっと急に雪国来た。なんか雪国になったぞちょっと。わあ、天気いい天気いいなー。でや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 。道路の横は雪積もってるけど道路は全くないよな。雪はありますよ、あるけど、こりゃまずい。どうなんでしょう、これ。さあ、一旦降りて、下道を見てみます。はい。道路がこんなにも雪がないとは。
綺麗ですね。こうやって除雪されてるから、そうだ、ね、天気もいいから。除雪プラス天気がいいからだね。難しいな。雪の検証じゃなくなる。これ雪の検証じゃなくなるな。せっかく白川郷まで来たけど。白川郷。これは。お、つらら？どこ？違う。え、これ全部つららになってんじゃない？ほら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 。え？え？あ、本当だ。すごい、こんなに寒いんだ。わあ、すごいな。すごいすごい。白川郷まで来ました。はい。これ、ここには雪あるけど、もう駐車場はご覧の通り、もう雪がありません。全然ないですね。すごい寒いけどね。つららあるんだもんね。すごかったですね、つらら。なんか誰か歌った。怖い。流れてんだ。生歌じゃなかったです。見たいかなこれ。触ってください。そんなに冷たい。冷たい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 。すごい。あれ落ちてきたらどうすんの。おお、刺さっちゃう。ちょっと雪が少なすぎるんで。はい。まあ、それだったらもう最後の手段だね。このまま帰るわけにはいかない。はい、よし、じゃあ行きますよ。お願いします。ゴン、はい、ドン。ちょっとね、残念、雪がないね。ないですね、降ってもないし。だからまあこれ以上向こう行くと、うん、あやちゃんの定時に間に合わなくなるから、はい、もうここでこの雪の少しあるやつで、はい、この雪を使って、はい、もうやるしかない、はい、ということでこれから雪に強いかチェックしてみたいと思います。お願いします。すごい。これまあまあ埋まりましたね。埋まりましたね。よし、じゃあこれ引っ張って。はい、どうなってるのか。エアロが無事かどうか。いや、はい、滑らないで。はい、エアロが無事かどうか、はい、見てみたいと思います。お願いします。めっちゃエアロの型ができた。型取り出ましたよね。型取りができちゃったけど。すごいな。これどうですか。バッチリだよ、ほらほら。全然全然ビクともしない。割れてもないね。そうですね、全然平気。はい、やっぱり。やっぱりよかった。え、雪にも強い。強いです。まあ、ただね、あの、うん、雪によってもさ、カチカチ、これちょっとカチカチっぽい。この泥混じりみたいなやつですね。これサクサクシャーベットみたいになってる。シャーベットになったって。これもうこれじゃあ多分おそらく、うん、でもそう、こんな感じの硬さだったらもうバンパーも行くぐらいかな。これうん、バンちょっとやってみるか。え、嘘でしょ。えー、怖い。これまあまあ強いよね。いやいや、音、うん、わあ、すごい、行っちゃったかと思った。これ、無事だよ。すごいすごい、うわ、びっくりした。これ、カチカチだよね、これね。結構硬いですよね。痛い硬い。あっちはさ、サラサラですよね。これ、ふかふかだもんな。うん、まだまだ。うん、だからこれじゃ、こんなのね、わかんないよ、わかんないよ、みたいな。これはこれならどうでしょう。これ結構多分、しかも結構弱いエアロじゃん。結構な勢いで突っ込んで、びっくりした。止まんなかと思ったら止まんなかったから。結構弱いエアロだったら多分割れちゃったり。割れちゃったりするんだ。こう取れちゃったり、エアロが取れちゃったりするよね、今の勢いだと。うん、バッチリバッチリですね。これすごい。やっぱり僕の設計は間違ってなかった。なんかごめんね、痛かった。痛かったね。よしよし。いや、ちょっと乱暴だった。よしよし、ごめんね、痛かったね。痛かったけどよく頑張った。よく頑張りました。愛が伝わります。ち
ょっとかわいそうなことしちゃったけどね。はい、まあでもこれでうちのエアロが強いっていう証明がまあちょっとはできたんじゃないかな。そうですね、うん、っていうことで、はい、勘弁してね。はい、はい、無事に帰ってきました。帰ってきました。見て、真っ白。すごいですよね、これ全部エンカルなんですよね。エンカルすごいよね。真っ白。これもいや雪走るとすごいね。黒い車はこれでも白い車でも結構目立ちますか。白い、どうなんだろうね。じゃあちょっと茶色っぽくなるんじゃない。ああそうなんだ、うん、しかしでもさ本当によく頑張ってくれたね。大丈夫ですよね、全然ね。これほらもうバッチリだもんね。うん、全く傷もついてないですか。傷も、うん、まあまあちょっとこれ真っ白だからわからんけどまあ多分 ほぼほぼ大丈夫。そう、これはとっても雪でも大丈夫、はい、っていう、まあ、ムービーだけども、ただ雪もね、はい、あれガチャってやっただけだからさ。まあそうですね、走りながら当たるとはまた違いますよね。わだちが膨らんどって、そこをもうラッセル車みたいにうわそんなことする車なくないですか、まあ、それでもなんかエアロ取れる気はしないけどな。しないですね、だってがっつり音がするぐらいビキビキあれでも全然平気でしたもんね。全然平気だったね、うん、まあ雪でもいろいろね、硬さもそれぞれいろいろあるから、まあね、まあ、これでね完全に OK っていう風にもう雪道どうぞみたいなことやってさ、っもうコンクリートみたいな雪のところドーンと突っ込んでねボキッてなるといかんもんで、はい、まああくまで参考程度に、あの程度の雪なら大丈夫なんだ、まあ、と思ってもらえれば、うん、まあでもあの雪でも下手な野郎だったら絶対取れちゃう、ね、そう、まあ多分この野郎がダメになるときは、うん、このバンパーも多分外れるよ、あのこういうところがバーって浮いちゃったり、こうバンパーがこう、ああ一緒に行っちゃう、そう一緒に行っちゃう、うん、こう思います。はい、ってことでとりあえず、はい、まあ雪道が、はい、多分大丈夫でしょう雪ドーン、ね、はい、しましたねやったじゃん、はい、さっき知らん人から見たらさ、うん、いきなり雪ドーンってこんなのむちゃくちゃやっとるじゃん、うん、でも今回まあそれの目的って、うん、お客さんが、はい、やっぱり雪道大丈夫ですか、うんうん、雪ぶつかったらエアロ割れませんかと、はい、まあ、そういう質問で、まあ、あったので、うん、検証ムービー、はい、ってことで、もうあの絶対真似 しないでくださいみたいな好意的にやることはないですよね。好意的にやることはないです。で車も大事なんであんまり痛みつけるようなことはやりたくないんだけど、はい、まあ、今回はあくまで検証っていうことでこういうムービー撮りました、はい、ちょっと見てみたいと思います、はい、ちょっと僕ね気になるところはそこの部分大丈夫かな。あ、こうやってパッと見は平気そうだけど、そこが本当に大丈夫なのか。やっぱりあれだけ勢いよくぶつかると、いや結構ガツンって感じでしたよね。ガツンガリガリって感じ。そう、まあやりすぎちゃった言うたって、でも自動車メーカーはさ、ぶっ壊しようね、うん、ガーンってやって、あどのくらいで本当に壊れるかっていう。そう、あの車はね、例えばオフセット衝突ってここだけぶっ壊したりとか、うん、本当に車壊すやんね、うん、で壊すことによってこう、ここが壊れた、ここは衝撃が多いとか、うんうん、人形乗せてやるじゃん、うん、まあそんな派手なことはしないけど、うん、まあちょっとエアロがね、はい、大丈夫かどうかって少し強めにやった、うん、でちょっとそこをエアジスなんでちょっと上げようか。あ、そうですね。おー、上がる上がる。どうも。え？ステイが、ひん曲がっとる。おい、ステイがひん曲がっちゃっとるじゃん。物が奥に引っ込んじゃってるとかそういうことではない。多分一回押されたね、こうやってガーンってグニって、これがグニって押されて、ステイがこれ、ま、ほぼまっすぐのステイが、うん、こんなにすごい折れとるもんで、やっぱりだいぶ衝撃があったんだよね。
でもある意味すごいね、割れてないよ、何にも。ここはこう、たわんでるぐらい。たわんでるけど、ここ割れてない。ここも割れてないし、ここも割れてない。こうやってエアロつけて、このエアロが割れてない、これつけないで雪に突っ込んだら、普通の純正のバンパーって割れないんですか？純正のバンパーも多分割れないけど、その押されて、いろんなところがもしかしたらこれと同じようにグンってなっとったかもしれない。そう、まあまあ、どの道ああいう雪の塊のところに車突っ込んじゃダメよ。あ、そうですね、まあでも外観は変わらなかった。まあ外観変わってない、全く変わってない、傷一つついてないし。そうですね、ただまあエアロの裏側ももうついてたから、じっくり検証するんで、はい、一回エアロ外してみます。はい、外します。はい、エアサスって便利なんですね。エアサス便利だね。普通だったらジャッキで上げたりとかするようなんですか？車庫調でベタベタ下げとるとさ、結局 見えにくいもんで、ジャッキで上げるしかないよね。そっか、よっしゃ。で、そこの部分が取れた。はい。で、このエアロね、はい、実は本来はしっかり粘着させるためにパックプライマーっていうのを塗るんだけど、はい、これはあえて塗ってないのね。それは取ることも考えてってことですか？まあ、取ること考えてっていうのと、あと強度、ある程度の強度を試験するために、まあ、パックプライマーつければしっかりつくけど、パックプライマーなしでもどこまでしっかりつくかなっていうテストも兼ねてやってた。だからある意味あんなゴンってああ外れなかったですね。そう、外れなかったっていうのはやっぱりこう両面テープの性能はすごく。そっか、うん、サイドも別にビス止めしてないですね。ビス止めしてないからね。なるほど。もしパックプライマーでつけとったら、今から外すようなことはできない。できない。あのもう、あの多分バンパーに両面テープがもうくっついちゃう、でこれはパックプライマー塗ってないから、取り外しは楽だと。バンパーの方に両面テープが残ることはないんですかね？やってみましょう。お願いします。見えるのに取れなかったですね。うん、すごい。ほらほらほら、こうやってこれパックプライマーだとこの両面テープがもう完全に向こうにくっついちゃうね。おー、すごいすごい、取れてる。おっ、おー、お餅みたい。ちょっと待ってよ、ゆっくりやる。はい、慎重にお願いします。ね、よ、ついとるよ。すごいですね、こんだけついとるもんで、ビスなくっても、ほら、そんなにひん曲げても割れもしないんですね。まあ、ABS のいいとこだよね、これは。ただこれ、今こうやって取れるけど、これはパックプライマーだと完全に残っちゃうね、両面テープがバンパーに。っていうことは、この今エアロの方には脱脂して両面テープがつけてあったってことですよね。そう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 、こっち側には残るってこと。そう、こっち両あのエアロ側はもうパックプライマー使っとるのね。だからもう完全にエアロ側に両面テープくっついてくるんだよ。これが上に乗っかっとるもんで、上に引っ張るようにして。よし、もう取れるぞ。こんなにひん曲がっとったよ。すごい、これ。うわ、すごいね。エアロやっぱり割れてないじゃん。全然ですね、ひびも入ってないですね。ひびも入ってないね。すごい、よく頑張った。よく頑張ったね。こういうところ割れそうだけどね、なんか。もうピチピチいってもおかしくないですよね。もっとこれ、あ、もうほぼまっすぐですよね。もっとこれで、これがうわ、こんな風に曲がった。結構強いよ、これほら。曲がらんでしょ。でも曲がんない。そう、だから結構強いんだけど、そんな簡単に折り曲がれるものじゃないよ。すごいな、それがこうなんだから。すごい、そう、相当な衝撃でした。やっぱり、あ、乗っててもそんな感じですか？いや、乗っとった時はそうはかん、いや、でもやっちゃったって感じだかな。まあでも検証だからね、やっぱりしっかりやらないと、はい、検証にならないんで。で、あとはこれが取れた。取れた。それはどこの部品ですか？これね、ただこれね、外れただけでまたパチンってやったら元に戻る。
これこれ見えるかな。ああはい、ここに、はい、これで直った、はい、それは何のためですか。これを止めるため。あ、受け、で、ここ、受けとかそう、で、これにさっきエアロ止めとったの、こうステーを、はいはい、これで直った。で、エアロも無事だから、この場合、今回の場合は、はい、被害はこの2個だけ。じゃあ、もし雪に何らか突っ込んじゃったら、うん、まあ、いちいちエアロは外さなくてもいいけど、うん、このステーだけ。つけたまんまでも変えられる？うん、つけたまんまでも変えれる。そう、いちいち外さない。うん、まあ、今回は外して裏側とか見てこうひび入ってないかなっていうね、はい、検証するためにこうやって外したけど、結局どこも大丈夫ですか。無事でした。曲がったりもしない。曲がったりもしない。いや、すごいですね。うん、あの勢いでゴンってやって、いや見ててめっちゃ怖かったですよちょっとやりすぎって思った。ちょっとやりすぎだったねでもまあいい検証できたと思います。そうですね、うん、ただ、やっぱり雪の硬さとか、うん、その雪の質、うんうん、あと雪 の, なその中にあれ茶色だったから、はい、もしかしたら石ころとか、うん、石今出てきましたもんねこれは多分走っとってやるスラッカーだと思うけど、こういうやつが雪に混ざっとったらゴンと当たると傷つくよね、うん、だからこの雪に大丈夫っていう言い方はしないけど、うん、まあご覧の結果でしたということで。そうですね、はい、あのまあでもとっても強いエアロだっていうのはこれで分かったと思います。はい、雪道であれだとどう、わだちもっこりしとるような、うんうん、ポコッと出てるようなね、真ん中だけ、はい、そこを多少パーンってするぐらいは大丈夫じゃないかなみたいな。そうですね、でも雪の質にもよるし。そうですよね、どのくらい残ってた雪なのか分かんないと怖いですね、うん、ただ簡単に割れるエアロじゃないよっていうのはご覧いただいて分かったと思います、うんうん、はい、なので決して真似はしないようにまあこれはメーカー側の検証ムービーでした。はい。あ、じゃあ何やってんの？雪だるま。作らなくていいの。雪だるま作った。冷たい。記念撮影？